サッカー元日本代表で、今季限りで現役を引退した岡崎慎司、38、が17日、テレビ朝日、報道ステーション、に出演。日本代表で共に戦った内田篤人、氏、36、と共演した。内田さんから花束を受け取ると、この日、引退会見を行った岡崎に、内田さんは、すごい真面目に終わっちゃって。岡ちゃん。 もっと岡ちゃんらしさを出してほしいんですけど、といじった。岡崎は、ウッチーがここに座ってるのがまず違和感。久しぶりに会って、と、6年ぶりの対面であることを明かした。岡崎の印象について、内田氏は、スタジアムの外から見る岡崎選手って、がむしゃらで毎試合頑張って、守備も攻撃も全部頑張ってるイメージあると思うんですけど、トレーニングでシュート練習。 クロスからシュート、トラックからのシュートすると、日本代表の中でも一番二番に上手いんですよ。選手たちが話すオカちゃんは、シュートまでの流れとか、そこまでの自分の考えの組み立てとか、文を抜いていて、だからこそこれだけ点を取れた。すごい選手だったと思います。代表の中でも得点多く取りましたけど、その後ろでプレーさせてもらったのは、僕の誇りでもあるかなと思います。 と、称えた。岡崎は、さっきの言葉は現役の時に言って欲しかった、と、笑って話した。SNS では、岡崎新次ウッチーが並んで座ってるのを見るのはなんか感慨深いな、岡ちゃんとウッチー、時代を感じるね、ウッチーとザキオカの掛け合い面白すぎる、と、反響を呼んでいた。